野坂助行き1月19日昭和53年は日本の土木技術者、都市計画家。内務官僚として都市計画事業に手腕を振るい、戦後には新潟県副知事を務めた。息子は直木賞作家の野坂昭行孫は作家、エッセイストの野坂真央、女優の愛陽子。東京に小野坂勝の八王として生まれる。富士津第一中学校。 旧制第一高等学校を経て、1923年に東京帝国大学工学部土木工学科を卒業した。卒業後東京市に入り、電気局に配属され、地下鉄の建設計画に従事する。1934年、内務省に移籍し、都市計画地方委員会委員として群馬県に勤務。1936年、神奈川県。 都市計画神奈川地方委員会に転勤する。1939年、神奈川県において、技師では、初の都市計画課長となる。横浜市や、当時の軍部相模原をはじめ、神奈川県下の主要都市での街路事業と大規模な、土地区画整理事業など、都市計画事業の推進に尽くしている。1942年、富山県土木課長に就任。1946年、 新潟県土木部長に転出する。1947年、新潟県で最初の民選知事、岡田翔平の下に、議官として全国で初めて副知事に抜擢される。副知事の時代は特に、ただ見川の電源開発問題などで、福島県と政府接触の陣頭に立って、その解決に当たっている。青木和夫、トンチ教室の時代によると、 新潟県副知事時代、県議会が墓地移転問題で紛糾し、あわや乱撃という時立ち上がり、議案は墓地のことである。はかしくいかないのは当然。まあぼちぼち審議しましょうとやって、丸く収めたという。1955年、岡田は参戦を目指して、同年4月23日の新潟県知事選挙に立候補するも、参議院議員を辞職して立候補した。 新人、北村和夫に敗れ落選する。岡田落選を受けて、野坂も副知事の職を辞し、北村の辞職に伴う同年5月15日の参議院議員補欠選挙に無所属で立候補、18万110票を獲得するも、3人中3位で落選した。以後正解を離れ、NHK のラジオ番組、トンチ教室のセミレギュラーとして活躍した。 創作風流小話の隠し芸はなかなかのものだったという、ありがとうございます。